琴山幸男。日本のホワイト国除外は過ち。早く直すべきだと韓国で述べてきた。に批判殺到。内容はこちら。鳩山幸男が韓国でとんでもないことを発言したようです。では、鳩山幸男の主張を見てみましょう。鳩山幸男。ソウルで開かれたワンアジアコンベンションで、日本の輸出規制でホワイト国から韓国を外したことについて、過ちは早く直すべきと述べてきた。安全保障上の理由と言われるが、誰の目にも徴用工問題への怒りを経済制裁に向けたと思われる時期である。報復措置が取られたら泥沼だ。賢明な判断を期待する。この人はなんでこうも日本の国益を落とすようなことしかしないのですか。 95% もの日本国民が韓国のホワイト国除外を支持しているというのに、なんか鳩山担当のグレーが怒ってるから、グレーの意見も聞いてください。ポッポじゃ幸男ざけんな。こんなん異常の極みだよ。ポッポなんかヘルへ落ちちまえ。腹立つわ。みんなも腹立つっしょ。え？同じ宇宙人じゃないかって？確かにポッポも宇宙人っぽいけど、もしそうだとしても、多分生まれた星が違うと思うよ。俺はザーケンなせいだからね。では次に、ネットユーザーの声の一部をご紹介いたします。まずはこちら。こいつが総理だったなんて、本当に狂ってるよ。こんなのが総理やってたんだからな。ゾッとするわ。完全に悪夢の民主党政権の核そのものだと思います。今でさえ日本の国益を落とすことばかりやっています。もう鳩山幸男の行動に何かしらの制限をかけるべきだと思います。次はこちら。もう褒めてくれるのが韓国人しかいないからな。ルイは友を呼ぶってか。確かにある意味かわいそうですね。ある意味ですが。あ、やっぱり撤回します。かわいそくありません。次はこちら。無駄に希望を持たせる罪作りの人。確かにその通りですね。鳩山幸男を信じる韓国国民は多くいます。鳩山幸男が日本の総理大臣になってほしいと願う韓国人が出るほどです。しかし日本人としては、絶対にご勘弁願います。最後はこちら。ここまで来たら、韓国の大統領になれよ。明暗ですね。韓国の大統領だったら、韓国国民から拍手喝采を受けるかもしれません。最後の結論は、鳩山担当のグレーに任せたいと思います。結論。鳩山幸男は何をもってここまで日本の国益を落とすことに必死なんだろう。こんなことをやっても日本にもメリットがないし、鳩山幸男自身にも何のメリットもないと思うんだけど。まあこの人の頭の中には安倍憎ししかないから、こんな行動に出るんだろうね。鳩山幸男はもう本当に韓国の大統領にでもなって日本に帰ってくるべきではないよ。多分多くの日本国民がそう思ってるはず。まあ一言で言うと、鳩山幸男大統領ざけんなってことだな。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。